皆さんこんばんは。今回はトータリーアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからサンドボックスを選びます。マップ選択画面です。アンシエントワンを選びます。今回はサリッサとスクワイアの戦闘力の違いについて確かめてみたいと思います。ではまずアンシエントファクションを開いてサリッサを選んで青チーム側のこの付近に1ユニット配置します。そしてメディバルファクションを開いてスクワイアを選んで赤チーム側のこの付近ですね、前方右寄り付近に1ユニット配置します。予想としましてはこのように接近戦タイプ同士の場合はリーチが長い方が有利ですので、サリッサの方が有利だと思います。リーチのサリッサのリーチの範囲に入ったところでサリッサが先制攻撃をして1回の攻撃でスクワイアをキルするという展開を予想しています。なので青チーム側の勝利という予想です。では確かめてみましょう。青チームサリッサ1ユニット VS 赤チームスクワイア1ユニット、バトルスタート。さあもうリーチ外しました。1回目を外した。前に入られるとサリッサはかえって不利かもしれません。なるほど、サリッサは1回目を外すと不利なんですね、ということが分かりましたね。意外とリーチの長さというのもがかえって何と言いますか、リーチの長さがあだになると言いますか、そんな感じですよね。こんな感じでしょうか。この辺ですかね。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。ではここから先はサリッサを何ユニットまで増やせばスクワイアに勝つことができるかということを確かめていきたいと思います。さてではアンシエントファクションを開いてサリッサを選んで一旦これはクリアして、ここから横一列に、ちょっとここは行き過ぎましたね、この辺かな、横一列に並べていきましょう。これですね、これで2ユニット、横一列2周体系の2ユニットです。これで最初の1回が当たれば青チームの勝ちなんですけどね、2本あるから確率的になんとか当たるんじゃないでしょうか、ということで青チーム側の勝利と予想します。では確かめてみましょう。青チームサリッサ2ユニット VS 赤チームスクワイア1ユニット、バトルスタート。さあ当たるか、最初の1回当たりました。こうなんですよね、最初の1回さえ当たればサリッサは強い、この1回目を外すと一気に不利になるという、そういう特性を今回は知ることができました。これ2人ともドヤ顔してますね。どちらが決定打を下したのかわからないんですが、2人ともドヤ顔をしています。いいドヤ顔です。この辺ですよね。これをベストアングルとしましょう。これで結論が出ました。サリッサとスクワイアの戦闘力の違いは1対1から1対2の間ぐらいであるというのが結論です。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。